皆さん、おはようございます。ガチャ柱のヨッシーです。ということで、本日もやっていきたいと思います。びっくりマン、ワンダーコネクション。よろしくお願いします。ということで、本日の動画なんですが、皆様、アップデートがついに来ましたね。待ちに待ったアップデートです。ということでね、イベントクエストや、まあ、いろんな要素が追加されているんですが、やっぱり、ガチャ柱のヨッシーとしては引かなければならないと皆さん思ってますよね。引けよヨッシー、引くしかねえだろ。その通り、ヨッシーは引くんです。ということで、新しく追加されましたこのかぐや様とこのおじいちゃんですね。やはり両方ともヘッドのキャラクターでした。で、考察したガチャ確率なんだけど、なんとですね、皆さんご覧ください。今回 0.8% です。俺絶対 0.6% で来ると思ったんだけど、今回は 0.8%。 めちゃめちゃ激アツです。はい、まあ、ヘッドキャラ2体がねピックアップで上がってるんで、ヘッドのキャラクターが出やすいよと言ったことになっております。で、それぞれのキャラクター、なんとですね、今回2体とも緑のキャラクターです。で、中衛キャラクターと後衛キャラクターということになっております。まあ、この2体のキャラクターともですね、ヨッシー引いてしまうので、なので、まあ、キャラ紹介の動画としては次回やっていこうかなと思いますんで、皆さんそちらの方ぜひご覧ください。ということで、魂のガチャ引いていきたいと思います。では、早速引いていきたいと思います。皆さん見ててくれよ。2体とも出すから見ててくれよ。ということで、10連目いきます。行くぞ !10 連目。さあ来いよ。今なんか一瞬空が映ったけど。ということで、1、2、3、4。4枚!なんという滑り出しでしょうか。なんかいつもさ、1枚ばっかりだったじゃん。なんで今回珍しく4枚からスタートでした。はい。コメントでそういえばいただいてたな。あんまり愚痴らずに楽しんでガチャ引いた方がいいですよっていうね。まあ、いや、全くその通りだと思います。愚痴らずにガチャを引くっていうのが一番いいと思う。だけどね、聞いてくれよ。愚痴りたくもなるんだよ。もうひどい時は本当に愚痴が出てしまう。うん。なんて言ったって私の財布すっからかんになっちゃうからさ、その分のやっぱ気持ちっていうのがさ、入ってくるじゃん、どうしても。入ってくるからついつい言葉に出ちゃうんだよね。で、行きましょう行きましょう。はい、来い。あー、ヘッド来なかった。マジか。こっから昇格したりするかな。どうなんだろう。な、ある意味今回のガチャやばいよね。だってヘッド出なかったら、おー、一本釣り手だ。ありがとうございます。当たりじゃん。うん、いいね、いいね。こういう当たりすらもね、なかなか来なかったんで、まあ、今回のアップデートで、ある意味、アップデートされてますね。ヨッシーのガチャすらもアップデートされたということで、よろしいでしょうか?運営さん、ありがとうございます。ということで、20連目いきたいと思います。では、20連目いきましょう。楽しんでいくぞ!さあ、みんなも一緒に楽しんでいこうぜ!さあ、どうだ ?1、2、3、4、5、楽しい!最高です!もう5枚も来たとか、もう楽しいです、本当に。最高だわ。ありがとうございます。マジでガチャがアップデートされてる。本当に最高です。ということで、ここでヘッド2枚出したいと思います。皆さん見ててください。ここでヘッド2枚出すから2回言いました。いきます。せーのが、ほい!はい、来ました。ありがとうございます。いや、でも1体だったか。2体来る予定だったんだけどね。予定は見て、なんちゃって。さあ来いよ。誰が来てくれたのかな?誰かな?できればやっぱかぐや様の方が可愛いからいいなと思うんだけれども。まあ、どっちでもいいです。正直。どっちでもいいです。さあ来てくれよ。どこだ?虹色はど、来た。ありがとうございます。ピックアップですから間違いない。うぅそんなことあります？言っておくけど、ヘッドのピックアップ2体ですからね。嘘だろ。こういうこと。こういうことです、皆さん。こういうところで愚痴りたくなるんですよ。本当にごめんなさい。もう本当ね、楽しいんだけど、こういうところで愚痴りたく、いや、めっちゃ嬉しいんだよ。めっちゃ嬉しいんだけど、やっぱピックアップってあるじゃん。マジかよ。まあ嬉しい。ありがとう。では30連目いきたいと思います。
いや、マジか。でも、潜在一遇のチャンスを私逃したような気がするんだよな、これ。うん。ということで、1、2、3枚。3枚ですね。まあ、ちょっと減ったけど、3枚なら希望は全然ある。うん。みんな見ててくれよ。まあ、ここは一旦お休みモードかな。うん。ここではちょっとヘッドは来ない予定です。はい。なので、ちょっと一旦ここはお休みです。はい。まあまあまあ、そうそうそう。なんとなくここはね、お休み感がちょっと否めなかったので、まあ、一旦お休みしていきましょう。さあ、誰か来てくれよ。せめて星さんキャラクターが来てくれたら嬉しいので、星さんキャラクター来てください。スケデン、スケデン、テクノスケ、チーン！いやー、今回初のチーンが来てしまったか。まあ、たまにはチーンが来ないと、チーンチャージがね、やっぱなくなってしまうから、チーンチャージを行ったわけです。ということで引いていきましょう。次行きます。さあ来い。さあ来い。どうだ ?1、2、3。3枚か。まあ、1枚に比べれば全然いいんだけど、3枚か。いや、うん。そろそろでも来そうな気がする。皆さん見ててくれ。ヘッドを出します。せーのが、ほい！いやー、来なかったか。マジか。いや、なんかヘッドの気配がね、ちょっとしたんですけれども、まあ、来なかったということで、ありがとうございます。星さん来てくれたらめちゃめちゃ嬉しい。うん。からの誰が来てくれるのか。さあ、最後は誰が来るのか。ありがとうございます。なんとも言えない気持ちになった。皆さん、私はとても大事なことを忘れていた。今日もチーンカーベルちゃんへのお祈りをしてなかった。うん。だからこういう結果になったんだよ、みんな。ということでいきます。チーン、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 カーベルちゃん、お願いします。どうか、ヘッドキャラクターは、ピックアップ2体とも来るようによろしくお願いします。すいません、お祈りし忘れてしまったので、こういった結果になってしまったんですが、どうか、次のヘッドは2体のピックアップでよろしくお願いします。ではね、たくさんお祈りを済ませたところで行きたいと思います。さあ行くぞ！まだまだ行ける。ヨッシーはまだまだ行けるぞ。さあ来いよ。うわー、行けないかもしれない。2枚に減っちゃったもんだって。いやー、2枚はちょっと嫌だなー。あんな4枚とか5枚とか見ちゃった後だからさ、2枚はさすがにきちんじゃねえか？せーのが、ほい！いやー、そうですかー。そうですかー。せめて星さん来てくれたりしませんかね。どうかよろしくお願いします。私も楽しんでいきたいんです。お願いします。出てください。お願いします。いやー、チーン。ということで、60連目いきたいと思います。さあ、終わりが見えてきたぞ。いや、でもね、ヘッドを引くんです。私は、1枚しかない。うわー、これメンタルに来た。うわー、これはやばい。これはやばい。押した瞬間にヘッドになってくれるかな？押した瞬間にヘッドになってくれるかな？押した瞬間にヘッドになってくれるかな？いやー、ならないー。これはスキップの神が降りてきそうな気がする。スキップの神を下ろしていきます。せーのが、ほい。チーン！はい、ということで、70連目いきたいと思います。なんてこったい。めちゃめちゃ不調になってきたぞ。おい、2枚だって。なんで2枚なんだよ。もっとあったじゃん。減らしてくるスタイルですね。いや、でもここでね、ヘッドきますよ、皆さん。知ってますか？私はわかるんです。ヘッドが来るんです。せーのが、ほい。来なかったんですけれども。はい、来なかったんですけれども。いやー、マジかよ。おー、ロジンフットさんありがとうございます。嬉しいです。星さん来てくれたらマジで嬉しい。今回でも星さん結構来てるな。うん。かなりいい方ですね。では、ラスト10連いきたいと思います。ここで、まあ、2体ともヘッドを引くと。いうところで皆さんにお見せしたいと思います。2体のヘッドをこれでお見せすることができると思います。3枚か。この3枚中2枚がヘッドですから皆さん、見ててくださいよ。私に見せてくださいよ。ガチャ柱として、まあ、しっかりとやってきたわけです。では行きます。チーンの呼吸、1の方、神引き。私の呼吸が乱れた。私の呼吸が、完全に乱れてしまったようだ。うん。どうやら。あー、マジか。これはちょっと、マジか。っていう感じ。チーン！破れましたね。うん。
いや、今回いけると思ったんだけれども、やられてしまいました。はい。ということで、まあ別にね、ガチャ自体悪くなかった。正直。ヘッドも出たし、星さんも出てたから、悪くはなかった。だけど、俺引いたのピックアップガチャだもん、だって。せめて一体欲しかったな。うん。まあ仕方ないです。まあね、もしかしたらリベンジするかもしれません。皆さんの高評価など、たくさんのやっぱ励ましの言葉をいただければ、ヨッシーも元気が出るかもしれないんで、ぜひよかったらね、高評価や励ましの言葉お待ちしております。はい、ということで本日は以上です。皆さんには、いいガチャを来てくださいますよう、お祈りしております。では、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。